皆さんこんにちは。島村楽器ミュージックサロン水江ピアノ科講師の田中真理恵です。水曜日と土曜日にレッスンをしております。3歳から80代の方が通われています。一人一人のご希望に沿ったレッスンを提供できるように日々心がけております。もちろん大丈夫です。楽譜の読めない方はそこから一つずつ丁寧に教えていくので少しずつ覚えていきましょう。もちろん大丈夫です。レッスンの中で一緒に練習していきましょう。また通勤時間などの移動中に今レッスンしている曲を聴いていただいたり、あとは5分ぐらいの時間で楽譜を読むという練習なんかも有効的になっています。ピアノを弾くだけが練習ではないので、いろいろな形の練習方法をご提案させていただきたいと思います。やはりクラシックが多いですね。作曲家でいうとバッハ、ショパン、シューマン、ドビュッシーなんかがすごく大好きでよく聴いております。たまにお菓子作りをしてみたり、あとはヘアアクセサリーなんかを作るのも好きなので、そんなことをしております。3歳の時にお友達にグループレッスンの体験に誘われたのがきっかけです。たくさんの音を操り、一人でオーケストラのように演奏できることが魅力だと思っています。皆さんが楽しく音楽を続けられるようにお手伝いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。